この秋の時期にこれしといたらよかったなっていう情報であったりとか、これしといて逆に良かったなっていう情報を最大限伝えたいなっていうふうに思います。企業の社員にもう成りきっちゃってくださいということで、雰囲気から醸し出すっていうのをぜひ持って帰ってほしいなというふうに思います。どういうことを聞かれたのかっていうのをこういうふうにまとめていました。自分の長所はこういうところやから面接でもこういうふうに話していこうみたいな。軽視しがちなんですけど、自己分析って本当に大事で、試行錯誤したとか、もう正直めちゃめちゃ恥ずかしいです、こんな人に見られるの。インターンをしつつ学んでいこうということで、プログラミング体験ができるインターンとばっかり行ってました。パーティーやってて、もう明るいコメントやっとって大事だな、眩しいかもしれないけど、こう明るくするって意外と大事なんで。僕は4月にまず SPI とトイックの勉強を始めました。 SPI はそのどの企業を受けるのでも、結構いい必要だったりするので、面接のたびに集計に行った話なんですけど、一次面接だったらどんなことを喋ればいいのかだったり、そういったことも就職経験支援課の方にも相談に行っていました。営業経験もさせてくれますし、結果的にこのインターンシップで僕は私こんなことを感じたんです。で、その新しい感じたことを共有するんだと、どん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 変わっていて、自分のものが変わられていくということもあると思うので、あとインターンを選ぶときに何を参考にしているのか、一つの映画というコンテンツからそのいろんなことをやっている企業に、これからのモチベーションも上がったし、今から自分がするべきこととかが分かったので、とても良かったです。どう行動していったらいいかが全然分からなかったんで、先輩たちの話を聞くっていう機会に、来て頑張っていくっていう感じでいきます。学生同士がですね、互いに学び合いながら成長していくことで、本学の学びの場の中の中心的な役割を果たしていくようになればいいなと思って企画をしております。それに加えまして、今日は卒業生の方にも声をかけて来ていただくことになってます。こういった点も含めて、今後多層的な展開をしていければいいなというふうに考えています。